今日もいい天気だな。やっぱり休みの日は公園を散歩して、湖のアイガモを眺めるのに限るわね。よう霊夢。あら、マリサじゃない。今日休みだったの？天気が良かったから公園に散歩に来たんだが。霊夢、なんだその服は。え、これ、普段着なんだけど、いくらなんでも普段着じじくさすぎるだろう。公園で散歩してるだけだからいいじゃないの。いや、お前のファッションセンスは壊滅的だぞ。そういえばこの前も。ねえねえ、マリサ。新しい服買ったんだけどどうかしら。シンプルな黒シャツだな。スティーブ・ジョブズの真似でもしてるのか？違うわよ。もっと最先端の機能を備えたイケてるファッションよ。全くそうは見えないんだけど、なんなんだその服は。ヒートテックよ。お前それ着たまま外に出るもんじゃないしそこまで最先端でもないだろ。霊夢はいつもこんな感じだからな。デートの時にドン引きされてるぞ。じゃあ、私がいつも振られる原因って、その地味な服と、壊滅的なファッションセンスが原因だな。助けてマリサ、このままじゃパリコレに出られないわ。目標が高すぎだろ。とりあえずもうちょっと色味を入れるようにするんだ。生き物の世界には霊夢よりも、よっぽどカラフルなオシャレ上級者がたくさんいるぞ。私のセンスって動物以下なの。今回はカラフルな生き物から、ファッションセンスを学んでいこうな。あいあいさー。まず紹介する生き物は、タマムシ、だ。これって色とかでも有名な虫よね。ああそうだ、タマムシ色という言葉もあるように、日本では有名な虫だな。日本では北海道以外の本州、四国、九州に生息している生き物で、光の当て方で変わっていくグラデーションが人気で、見た目の綺麗さから人間に愛されているのが特徴的だな。幼虫は木に穴を開けて食べ物を食べるから、本来は害虫の生き物なんだがそういうイメージは薄いな。見た目が美人だと何でも許されるってやつね。昆虫界だと、葉っぱや枝に擬態する七節、コノハムシなど地味な色の生き物が多いんだが、タマムシはあえて鳥の嫌がる色の変わる光沢を持つことで、天敵からの攻撃を避けているんだ。自然界だと目立つことイコールまずいとは限らないのね。ああ、そうなんだぜ。そのポイントはこれから紹介する他の生き物にも当てはまるから、覚えておくと良いぜ。次に紹介する生き物は、セイキチョウ、だ。アフリカの中央部から東部に生息するスズメの仲間の鳥で、体長は13センチほど。ほっぺたにある赤い模様が可愛い。ほっぺたの模様はとても可愛いが、大人のオスにしかないアピールポイントなんだ。そしてこの鳥のさらに可愛いポイントは求愛行動の仕方にある。鳥の多くはオスからメスに対して巣を作ったり、ダンスでアピールする生き物が多いが、このセイキチョウも少し変わってるな。どんな風にするの？オスからメスに近寄って、鳴き声とタップダンスで求愛行動するんだ。タップダンスで求愛するなんて、紳士的でなおさら可愛いわね。ちなみにタップダンスで足を鳴らすスピードは、0.01 秒に3回。動画は概要欄に書いておくぜ。早すぎてアピールできてるのかしらそれ。次に紹介する生き物は、ブルーロブスター、だ。先に誤解の内容に説明しておくと、これは突然変異で生まれたロブスターなんだ。そういう種類のロブスターじゃないってこと？そうそう、これは通常のロブスターから200万匹に1匹の確率で生まれる、遺伝変異な特徴を持ったロブスターだ。まるで青い絵の具を塗ったみたいな青色ね。ロブスターには自身の色を決める、特有のタンパク質を持っているんだが、それが過剰に生み出されると変わった色になるんだ。ちなみに青色だけじゃなくて、オレンジ色、まだら模様なんてロブスターも稀に生まれるらしいが、こっちは3000万分の1の確率でしか生まれないらしいから、青色の何倍以上もレアだな。もし見つけてゲットしたら大金持ちに。次に紹介する生き物は、ロージーメイプルモス、だ。あれ、これってだよね。その通り、この生き物は別名、桃色山眉、と呼ばれ、アメリカやメキシコなどに生息している。アメリカのケーキのようなメルヘンなカラーリングをしており、ふわふわでモコモコしている。がだけど、ぬいぐるみみたいなモフモフっぷりね。実際にぬいぐるみとして商品化もされてたりするぜ。名前に、メイプル、とついているが、実際にメイプルシロップの元になる木に生息しているんだ。まるでちっちゃい女の子が考えたような設定だらけね。ちなみに秋田県の名物アイス、ババヘラアイス、に色が似ている。その情報、いる？次に紹介する生き物は、ライラックニシブッポウソウ、だ。なんだか名前がめちゃくちゃかっこいい。普通はカラフルな生き物でも、パッと見で何色も見える生き物はそう多くないんだが、この鳥は体の部位ごとに色が分かれていて、なんと14色もの羽と毛で覆われているんだ。14色？安い色鉛筆よりいろんな色がついているのね。アフリカ中東部と南部に生息しており、体長は40センチほどで比較的大きい鳥なんだ。動画で動いている姿も見れるからぜひ見てほしいな。カラフルだけど、こうして見ると意外と違和感がない気がするわ。
ちなみに、名前を見てもわかる通り、仏法草の仲間だから、そっちは日本でも見ることができるな。こっちも鮮やかな見た目をしてるのね。見た目が美しいことから人気も高くて、鑑賞するだけでも癒される鳥だな。次に紹介する生き物は、ゴシキセイガイインコ、だ。うわ、さっきの鳥以上にインパクトがすごいわね。この鳥はオウムメオウムカニ鳥類の一種で、生まれた島や分類によって様々な亜種に分けられている。中には、フトフムネアカゴシキセイガイインコ、なんて長い名前のゴシキセイガイインコもいるぞ。何を言っているのか全然わからないわ。見ての通り顔は青色、胸元は赤色、後頭部は黄色、体は緑という原色まみれのカラーリングが特徴だな。この鳥の写真をイラストソフトで開いておけば、スポイトでいろんな色が撮れそう。何の話だ。人懐っこい性格で、実際に飼育することもできるから、鳥好きな人は飼うことを検討してもいいかもな。ただし、鳴き声が大きいから防音対策がしっかりできることが前提になりそうだ。デザイナーの家で飼われてそう。次に紹介する生き物は、ペインテッドグラスホッパー、だ。なんかめっちゃ毒々しいけど本物なのこれ。投稿主も偽物とか CG の類かと疑ったんだが、英語で検索してみると確かに動いている動画もあったぞ。本当に動いてたけど、なんだか非現実的すぎてゾワゾワしちゃったじゃない。もしかして毒持ってたりする危険なバッタじゃないの。日本名だとちょっと見つからなかったから、詳しいことはわからないんだが、写真を見る限り黄緑色の草原の中にいると、意外と背景に擬態している様子が見られるから、毒を持ってるとかそういうわけではなく、進化の過程で擬態に特化して、こんな見た目になったんじゃないかと思うぜ。次に紹介する生き物は、アヤム、セマニ、だ。今までカラフルな生き物ばかりだったのに、急にどうしたの？まあこの鶏も、色、という部分では珍しい生き物だからな。アヤム、セマニはインドネシア原産の鶏の一種で、アヤムはインドネシア語で、鶏。セマニはジャワ語で、完全な黒、を表している。なんだか中二病心をくすぐるネーミングセンスね。この鶏はなんと血液以外全部真っ黒で、毛の色だけじゃなく、トサカも肌も内臓も真っ黒なんだ。まるで漆黒の堕天使。現地ではこの鳥を食べると魔術的な力をもらえるという迷信もあるらしい。これを食べれば黒の力が。次に紹介する生き物は、テキサスワスプガ、だ。うわ、何これスズメバチ。テキサスワスプガは南アメリカ、中央アメリカ、メキシコなどに生息しているが、なんだ、ガなのね。どう見ても蜂にしか見えないわよ。ガは特に変わった生態をしている生き物が多いからな。これもきっと理由があると思うぜ。ただし、詳しい情報が見つからなかったからそれ以上はちょっと謎だな。次に紹介する生き物は、花カマキリ、だ。あら、とっても綺麗なカマキリね。まるで花びらのように見える特徴の花カマキリは名前の通り、花に擬態して蝶なんかを飼っているんだ。色鮮やかなのはメスだけで、ピンクだけじゃなくて白色、黄色になることもある。環境に合わせて体色が変わるのかしら？そうだろうな。周りにピンクの花が多ければ、そこの花カマキリはピンク色に成長するんだろう。ちなみにオスは地味な色をしていて、体のサイズも小さいんだ。オスメスでなんでこんなに違うのかしら？それは花に擬態したメスが基本的にじっとして獲物を待っているからだな。もしオスも花にそっくりで擬態していたら、どっちも場所を動かずに出会えないだろ。あ、確かに、だからオスの方は小柄で動きやすい体に進化して、メスを探せるような生態に進化したんだ。合理的な進化で面白いわね。次に紹介する生き物は、ヤドクガエル、だ。うわ、明らかにヤバいカエルに違いないわこれ。その通り、主に南米に生息しているこのカエルは、モルヒネの200倍もの強力な毒を持っている。ほら、やっぱり、どれぐらい強力な毒かというと 0.00015g の毒で成人男性が死ぬぐらいだ。もはや摂取したかもわからないレベルの量ね。あまりにも毒が強すぎて毒に触れたペーパータオルに触るだけでも鶏や犬は死んでしまうらしい。毒を持っている生き物は、天敵に危険だと分からせるためにこんな色に進化したとも言われているな。毒を持ったキノコとかもヤバい見た目のが多いもんね。ちなみにヤドクガエルは黄色だけじゃなくて、赤色や青色の仲間もいるぞ。戦隊ヒーローかな？次に紹介する生き物は、灰色首輪ヘビ、だ。何これ、アメリカの長いグミ？まるでビニール人形のような不思議な色をしたこのヘビは、アメリカやメキシコに生息している生き物だ。あ、これもきっと毒のヤバいヘビなんでしょ、と思うだろ。でも実際は毒性は弱くて、捕獲するとすぐに死んでしまうヘビなんだ。え、そうなの？基本的に臆病で、体長も50センチほどしかない小ささだから人間に噛みつくということも少ない。その代わり、身を守る手段として敵に襲われると強烈な匂いをお腹から発するんだ。あくまでもこの色は敵を威嚇するためだけってことかしら。多分そうだろうな。
人間だってこんな色の蛇がいたらまず逃げ出すだろう。派手な生き物もなかなか奥が深いわね。次に紹介する生き物はミノバト、だ。これカメラの広告とかで出てきそうな鳥ね。ミノバトはハトメハト科に分類される鳥類の一種で、ハトの中でも体長は40センチで大型に分類される。極彩色の羽がとても綺麗で有名なこの鳥だが、意外にも日本の動物園でも見ることができる。え、そうなの？見たい見たい。パッと調べた感じだと、上野動物園と福岡市動物園しか出なかったが、他にもあるかもしれない。話を戻すが、ミノバトは東南アジアの小さな島国に生息している生き物で、生息地に全く天敵がいなかったことから、地味な色ではなく派手な色のまま生き残ってきたんだ。確かにここまで鮮やかだと敵にすぐ見つかっちゃうものね。だから警戒心も少なく、人懐っこい性格も持っている可愛い鳥なんだ。今度動物園に見に行ってみようかしら。最後に紹介する生き物は、グーテサファイアオーナメンタル、だ。え、今なんだって、グーテサファイアオーナメンタル。RPG ゲームの必殺技か何かかしら。違う違う、これはタランチュラの一種の名前だぞ。きゃあ、タランチュラでもやばいのに、真っ青すぎてなおさら怖いわ。と言っても、マニアからすれば美しいと人気の高い種類なんだぜ。通称、メタリカ、と呼ばれるこの生き物は、インド中南部に生息しており気性は荒く毒も強いクモだ。こんなの飼うなんてかなりの上級者に違いないわね。写真だとかなり青々しいが、ここまで色が出ているのは脱皮直後だけで、成体になると落ち着いた紺色になる。子供なら1万円ぐらいで飼育することができるらしいから、腕に自信のあるマニアは飼ってみてはどうだろう。絶対飼育ケースから逃しちゃダメよ。とりあえずこれでカラフルな生き物の紹介は終わりだ。私がどれだけ地味な服を着てるか痛感したわ。そうだろ？これで多少は色味の大切さを理解できただろう。というわけで私は明日からこのファッションで出かけるわ。完全に指導をミスった。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。Twitter も更新しているので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。